コモドール、英語、コマドーはアメリカ合衆国に存在したコンピュータ会社。コマドービジネスマシーンズあるいはコマドーインターナショナル、リミテッドの社名でも知らる。史上初のオールインワンパソコンである PET 2001、1977年、史上最も販売台数の多いパソコンであるコモドール64、1982年、欧州を中心に普及したアミーガ、1985年など、ホームコンピュータ黎明期から終末期にかけての歴史的なハードの製造販売元であり、1980年代のホームコンピューターの時代の立役者である。1994年に倒産。現在はその権利を買収したいくつかの企業によってコモドールブランドやアミーガブランドが継続されている。コモドールの社名の由来については、2007年12月、トラミエル元社長がコモドール64発売25周年を記念して、カリフォルニア州マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館を訪れた際の発言よると、本当はゼネラルとしたかったんだが、アメリカにはゼネラルエレクトリックとかゼネラルモーターズといったゼネラルと名の付く企業がたくさんあった。次の候補はアドミラルだったが、これは他に先を越された。そんな時妻とベルリンに行き、タクシーがちょっと止まった時目の前にあったのが、オペルコモドーレだったんだとこと。トラミエルは多くのインタビューでこのエピソードを語っているが、実際にはコモドール社はオペルのコモドーレがデビューした1967年の前よりコモドールを名乗っているため、その信憑性は定かではない。コモドールは1954年にポーランド移民でアウシュビッツの生き残りでもある、ジャック・トラミエルによって、カナダのトロントにて、コモドーポータブルタイプライターカンパニーとして、設立された。トラミエルはもともとニューヨークにて、タクシーの運転手やタイプライターの修理工として、生計を立てていたが、とあるチェコスロバキア人の経営する、タイプライター会社と契約を結び、カナダにてその会社の製品を、製造販売することになったためトロントに移住して、事業を開始した。1950年代の終わり頃には、北米に安価な日本製タイプライターが席巻するようになり、北米のタイプライターの会社は軒並み大きな打撃を受けることになるが、トラミエルの会社は機械式計算機の製造に転換することで生き残った。1955年、コモドールはカナダでコマドービジネスマシーンズ、インクとして正式に会社組織として創業し、1962年にはコマドーインターナショナルリミテッドの名でアメリカのニューヨーク証券取引所に上場する。1960年代の終わりには、北米でまたも日本製の機械式計算機が席巻するようになり、コモドール社はまたも大きな打撃を受ける。そこで、コモドールの最大の出資者で会長のがトラミエルに助言し、日本に行って、どう対抗したらいいかを見てくることを勧めた。日本から戻ったトラミエルは、電子式の計算機、電卓を製造するアイデアを携えていた。電卓は、当時徐々に市場に現れつつあった。1970年代の初めには、コモドールは、電卓で利益を上げられるようになり、北米で、一般向けの電卓と科学技術計算用や、プログラム可能な電卓を販売し、消費者に人気のブランドの一つとして認知されるようになった。しかし1975年、それまで各社の電卓用チップの主な供給元であったテキサスインストゥルメンツが電卓市場に直接参入し、コモドールより安価な電卓を供給するようになり、コモドールはまたもや大きな打撃を受ける。それに対抗するため、Gouldにさらなる出資を求めるとともに、トラミエルは電卓用チップのセカンドソースの供給元をいくつか買収するが、その中の一社として、モステクノロジーがあった。モステクノロジーは1975年に、画期的な CPU である MOS 6502を開発した会社であり、この買収をきっかけに6502の設計者である、チャック・ペドルが、コモドールの技術部門のトップとなった。これが、コモドールの転機となる。コモドールの技術部門を引き継いだチャック・ペドルは、すでに電卓の時代は終了して、ホームコンピュータの時代が来ていることをトラミエル社長に示した。ペドルは、モステクノロジーが、かつて開発したワンボードマイコンキム -1、1975年をもとに、クワーティ配列のキーボードとモノクロディスプレイとデータレコーダを備えた、世界初のオールインワパソコン PET 2001、1977年を設計し、これによってカナダの電卓メーカーに過ぎなかったコモドールはコンピュータ会社へと変貌した。なお、1977年にはコモドールはCommodore International Ltd へと再編し、事業上の本社をカナダからモステクノロジー本社の近くのペンシルベニア州ウェストチェスターへと移転している。ただし財政上の本社はタックスヘイブンのバハマ。PET はその堅牢さから主に学校で使われ、グラフィックとサウンドが重要視されるホームパソコン市場ではさほど人気は出なかった。これは1981年に発売された後継機のビッグ -20 で解決される。$299で販売され、SF ドラマ、スタートレックで主役の人気俳優、ウィリアム・シャトナーを起用し、ホワイバイジャスト、A ビデオゲーム？なぜ単なるゲーム機を買うの？と、ゲーム機ユーザーにアピールする印象的な CM を打ったビッグ -20 は100万台以上を売り上げた史上初のパソコンとなり、最終的に250万台を売り上げる大ヒットとなった。1982年、コモドールは、ビッグ -20 の後継機として、コモドール 64C64 を発売。モステクノロジーの開発した高性能な IC と大容量の 64KB メモリによって、C64 は当時としては、驚異的なサウンド性能とラフィック性能を誇り、デモシーンという文化も生み出した。$595の価格は、ビッグ -20 と比べるとかなり割高だったが、市場の他の 64KB メモリを搭載したパソコンと比べるとはるかに安かった。コモドールは CM で、この2倍の金を払っても、これより良いパソコンを買うことはできないと豪語した。1983年より、コモドールは、ホームコンピューターウォーと呼ばれる低価格競争を開始し、ビッグ -20 と C64 の大幅な値引きを行った。TI-99-4A を発売したテキサスインストゥルメンツあたり800を要するあたりなどなどホームコンピュータの中でもビジネスよりで高級志向のマッキントッシュを投入したアップルコンピュータ以外のすべてのメーカーを巻き込んだこの低価格競争に利したコモドールはそれまで一部の人間のものであったコンピュータを広く大衆に行き渡らせ C64 の出荷台数は最終的に2200万台を超えた。トラミエル社長はこの頃、我々は一部の階級のためではなく、大衆のためのコンピュータを作らなければならないとの有名な言葉を残した。しかし、コモドール経営陣は、トラミエル社長の低価格路線から抜け出したいと考えるようになる。1984年1月、コモドール内部の権力闘争の果てに、トラミエル社長が辞任する。彼はすぐさま新会社、トラメルテクノロジー。トラミエル社長の名前は本来、トラメルと発音するのであったが、コモドール時代は誰も、その発音では、呼んでくれなかったために新会社の名前をトラメルとしたを設立し、コモドールで次世代コンピュータを開発していた開発者の多くを引き抜いてしまった。トラミエルの動きは素早く、トラメルテクノロジーでの新ハード設計は1984年6月にはほとんど完了していたコモドールから引き抜いた技術者が寄与したとみられる。そして1984年7月にはかつてのライバルであったあたりのコンシューマ部門を買収する。当時、コモドールとの低価格競争に敗れたあたりは毎日$10,000の損失を出し続けており、親会社のワーナーはあたりを売却したいと考えているという噂が流れていた。トラメルテクノロジーはコモドールからスピンオフしたメンバーを多く抱えるとはいえ所詮、新興企業であり、全国的な製造、流通、販売網を持たなかったが、トラミエルはあたりの持つ海外製造拠点と世界的販売網を利用するためにワーナーと交渉し、あたりのコンシューマ部門を獲得したのである。こうしてトラメルテクノロジーはあたりコープとなった。トラミエールが新会社あたりコープを立ち上げると、コモドールからあたりコープへと転職する管理職や研究者が続出したため、コモドールは同年7月末に元コモドールの技術者4人が企業秘密を盗だとして訴えた。これはトラミエールが新たなコンピュータをリリースするのを妨害することを意図したものである。コモドールはトラミエールの新ハードに対抗しうるハードを出そうにも、ほとんどの技術者がトラミエールについて退職してしまったために、そのような開発力がなくなってしまい、とりあえずトラミエール側に訴訟を仕掛けると同時に、外部企業の買収の話を進めていた。ここで登場するのが、アミーガ社である。1983年頃、かつてあたりであたり800のビデオチップの開発などに携わった J マイナーは、あたりからスピンアウトして、社という小さな会社を設立し、ロレーヌのコードネームで呼ばれる新型ホームコンピュータの開発を行っていたが、開発資金が底をつき、新たな出資者を探していた。J マイナーは、以前勤めていたあたりに資金提供を求め、当時はワーナーの子会社となっていたあたりの出資の下で開発を続行することになった。その見返りとして、あたりはそのハードのチップを自社のゲーム機に1年間独占的に利用でき、さらに1年後にはそのハードをキーボードを追加した完全なコンピュータとして販売する権利も有するという契約を結んでいた。そのハードとは言うまでもなく、後にアミーガとしてコモドールからリリースされることになるハードのことである。あたりミュージアムは、このあたり社とアミーガ社による契約書と、このあたり版アミーガが、もともとは 1850XLD と呼ばれていたことがわかる技術文書を保管している。ちなみに当時あたりは、ディズニーと深い関係にあったため、あたりではこのハードのコードネームは、ミッキー 256KB のメモリ拡張ボードはミンニエとされていた。その後、アミーガ社は1984年春頃にも資金難に陥り、さらなる出資者を探し始めていた。その頃のあたりはすでにトラミエルとの買収話が進行しており、アミーガ社を相手にしなかったため、アミーガ社はコモドールとの話し合いに入った。話はコモドールがアミーガ社をすべて買い取るという方向でまとまり、コモドールは1984年8月にアミーガ社を$25,000,000、現金$1,280万と自社株5万株で買収した。こうしてアミーガ社はコモドールの子会社コマドー、アミーガ、インクとなった。コモドールはこの買収によってアミーガ社の既存の契約、あたりとの契約も含むがすべて無効になると、考えていた。しかしそううまくはいかなかった。あたりコープを創業して、トラミエルが最初に言ったのは、あたりの元々の従業員の大部分を解雇し、進行中の全プロジェクトをキャンセルすることだったが、同年7月末から8月初め頃に、トラミエルの部下が前年秋のあたりとアミーガ社の契約書を発見。これを反撃のチャンスと見たトラミエルは、8月13日に、アミーガ社とコモドールの契約は無効であるとコモドールを訴え返した。これもアミーガ及びコモドールが似たようなテクノロジーを製品化することを妨害し、コモドールの企業買収とそれによる次世代コンピュータの技術獲得を横断にさせることを意図したものである。1985年初頭には、あたりコープが新ハードあたり 520ST を約$800で発売。そして同年の秋、コモドールもアミーガ社の開発した新型16ビットコンピュータをアミーガ1000として$1,295で市場に投入。あたり社の妨害のせいでアミーガのリリースがあたり ST に半年ほど遅れを取る形とはなったが、両機は滞りなく販売され、共にホビーパソコンユーザーに熱狂的に受け入れられ、1980年代後半、あたり ST とアミーガは熾烈なシェア争いを繰り広げた。そもそも、あたりとコモドールのシェア争いは、1982年発売のコモドール64が1979年発売のあたり800に挑んだ時からしまっており、双方に熱狂的なファンがついたものだが、このあたり ST とアミーガにも双方に熱狂的なファンがつき、聖戦と称する、けなし合い、フレーミングが繰り広げられた。1987年発売のアミーガ500の大ヒットを見る限りでは、この聖戦はどうやら、コモドール信者の方に分があった様子であるが、市場はマイクロソフト Windows を搭載した PC、AT5 換機が制覇しつつあり、最終的には両社ともマイクロソフトに敗れ去った。一方、泥沼化した一連の訴訟合戦は最終的に法廷外和解として1987年に決着した。ビジネスは戦争であるというトラミエルの経営戦術はまたしても成功を見たと言えなくもないが、結局この戦いに勝者はなく、その後のコモドールの運命をも決定づけた。1970年代から1980年代初めにかけてコモドールは業界をリードする企業の一つとみなされていた。ビッグ -20 や C64 の頃は積極的なマーケティングが行われたが、それらの成功はむしろ低価格にあった。が、トラミエル社長が失脚した頃から保守的な風土になり、ハードの価格も上昇し、かつての革新性はなくなっていった。広告を駆使した徹底的な販売構成をすることもなくなり、旧来の代理店で細々と販売される状態になっていた。1980年代の終わり頃には、パソコン市場は IBM PC とマッキントッシュが占有するようになっていた。コモドールのアミーガはそれらに対抗できず、中途半端なマーケティングで市場が支持しないコマドを CDTV、1991年、のような失敗ハードに固執したりしていた。1990年代初め、コモドールは 25MHz の MC68030 を搭載したアミーガ3000をすでに市場に投入していたにもかかわらず、714MHz の MC68000 を搭載した機種をまだ主力に据えて販売していた。一方 PC の方では 33MHz のインテル8486にハイカラーの GPU とハイクオリティなサウンドカードであるサウンドブラスターを搭載した互換機が入手できたし、少々値は張るが、より高い性能の製品を手に入れることもできた。1985年頃の IBM PC はインテル8286エガ画質と初歩的なサウンドしか持ち得ず、アミーガよりも格段に劣っていたものだが、今やアミーガにはその頃の革新性はなかった。1992年にアミーガ500の後継機としてアミーガ600が発売された。しかし、10キー、拡張スロット、スカジー、その他コスト削減のためにあらゆるものを削除したデザインはアミーガ500と比べて明らかに退化していた。そのため、あまりの不人気のために1年経たずに販売中止となった。この頃より映像や音楽の制作でアミーガを使っていた人々は IBM プックやマッキントッシュに流れ、ゲーム用途でアミーガを使っていたゲーマーは専用のゲーム機に流れていくようになった。1992年にアミーガ4000とアミーガ1200が発売され、アミーガはようやく IBM PC に肩を並べるところまで復帰した。これらの機種には IBM PC やマッキントッシュと比べても遜色ないハイクオリティなマルメディア性能を発揮する新開発のグラフィックス用チップセットが搭載されていたが、しかし IBM PC とマッキントッシュの市場シェアはすでに手がつけられないほど拡大していた。ソフト開発者もアミーガを見限っていた。独自設計されたアミーガのチップセットはコモディティ化されたIBM PC のチップセットより、はるかにコストがかかり、コモドールの利益率を圧迫した。アガチップセットは確かに、アミーガのオリジナルのチップセットよりも、高性能であったが、マルチメディアコンピューティング市場の覇権を取り戻すという、コドールの目標は達成できなかった。アミーガがソフト開発者から見限られた理由の一つに、違法コピーの蔓延を上げるものがいるが、これは議論の余地がある。1994年に社運をかけて発売された32ビットの CD-ROM ベースのゲーム機、アミーガ CD32 は失敗に終わった。1990年代初めより、コモドールはサービス及び修理をワングラボラトリーズに移していた。1994年の時点で、未だ利益が出ているコモドールの支社は、ドイツとイギリスのみとなっていた。1994年4月29日に、コモドールは倒産し、同社の資産が清算された。ウェストチェスターの、かつての本社ビルは、今では QVC が本社として使っている。コモドールの支社のうち、財政が健全だったイギリス支社のコモドー UK だけが、唯一倒産を免れ、他の支社や、旧親会社のコモドール本社の資産までも買収して、事業を継続し、アミーガの在庫を売ったり、コンピュータ用スピーカーなどの周辺機器を製造していた。しかしコモドー UK の財政基盤は、実のところ脆弱であり、旧コモドールの資産、特にアミーガに関する特許を、デルやゲートウェイなどが狙っていた。最終的に、コモドー UK が持つ旧コモドール社の資産は、ドイツの PC 企業が獲得することになり、1995年中頃にコモドー UK を吸収合併した。エスコムの目的はアミーガよりもむしろコモドールのブランド名であり、その使用にあたってコモドーインターナショナルに$1400万を支払った。同社はコモドールとアミーガを別々の部門とし、コモドールブランドの PC をヨーロッパで販売。しかし事業拡大のしすぎで損失を出し始め、1996年7月15日に倒産し、清算された。その後、旧コモドールの資産はいくつかに分割されたが、それらを受け継いだ企業が、かつてのコモドールのような成功を収めた例はなく、徐々に時代の表舞台からその名を消すこととなった。ただし、コモドーのブランド名や、ゲームハードとしての C64 とアミーガなどは、現在も根強い人気があり、主に買い越し未者向けにその名を冠した製品が出されている。また、アミーガのハードと OS の開発は細々とながら継続されている。以下に現在までの主な動向を記す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。